おじゃくん似合ってんじゃん。やばいね、サバになってない。なんで肩文字がついてない。こっちハマんなくても、これついに来たね。いやマジでちょっと大興奮が止まんなくて、うん、昨日も夜な夜なずっとパワーリフティングの YouTube 見てたからね。そう、今日は何キロ。そうだね、サバ読むと280とか言いたいんだけど、読みすぎだろ。200、いや20上げたいね。スクワット。あ、スクワットじゃない、デッドリフトで。あー、すごい強いじゃん。そう、デッドはいけそう。で、スクワットはこの前マリンで練習した180をどうにかして第3試技に持ってきて上げたい。おお。で、ベンチを100上げれば500いくじゃん。もうそ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 う、いやマジで500いきたいんだよね。ベンチ100上がるっしょ、さすがに。いや、ちょっと調子悪くても出たもんってなっちゃうから。さすがに上がるだろ100は。いや100上げたいね。だから絶対今日は最低トータル500目指して、ワンチャン優勝を狙うために500の後半いけばなんか狙えるって言われたから。まあ多分優勝分からんけど、とりあえずトップ3とかには食い込めギリのところをちょっと狙っていきたい。84は分からないけど、うん、まあ、ベスト5ぐらいいくんじゃない。行くかな、分かんない。いや絶対行くわ。まあ試技はねちょっと俺もやってるから、行けたら行く。うんうん、うん、だから今日はちょっと頑張ってくれよ。行けたら行くよ、一番来ないよ。じゃあ行っか。頑張ります。頑張ろう。よろしくお願いします。皆さん信じられますか、あの持田くんがついにパワーリフティングの大会に出場することになりました。はい、いやー本当に来てしまったね。はい、で、持田くんは、神奈川県で5本の指に入る、まあ、パワーリフターになりたいということなんですけど、こちら見てください。スクワット110キロかな。はい、僕とね初めて YouTube 動画を撮った時はスクワットのマックス120キロだったんですよ確か。でもね今こうやって155キロでアップしてるんですよ。ウォーミングアップだよ、皆さん信じられます。で160キロ、第一試技、もうねこんな強い持田くんをね見れるとはもう誰が予想したでしょうか。はい、ということで、スクワット第一試技なんですけど、ベルトはねなんか自前のベルトなんだけど、あれ大丈夫なのかなと思ったんだけど、なんか大丈夫だったらしい、うん、なんかパワーベルトじゃないんだよね、うん、持田くんがしてるベルトって、うん、なんか普通のカーベルトみたいにやってんだけど、まあなんか県大だから、県大会だから大丈夫みたいな感じで通ったらしいね。はい、余裕の第一試技160キロ成功ということで、はい、第二試技175キロ、あの持田くんが175キロだよ。しかも第三試技で190やるとか言ってんだよ。いや信じられます。みんなね、僕が初めて持田くんとのトレーニング動画出した時に、まあ、非力の星みたいな、力がない筋力が弱い人でもこんなにでかくなれるんだみたいな、そういうさコメントを書いてくれたじゃないですか。だけどあっという間にみんな抜かされたでしょ。スクワットの重量第3試技190キロ、ここねちょっと試合的なことで言うとちょっと攻めすぎたね。であとちょっとだけ深くしゃがめていれば、十分白旗になったんですよ。この開始も結構スムーズなんだけど、これもうちょっとね深くしゃがめてれば白旗だったね。あでも190キロ、まあ、立てたってことはすごいですよ。はい、ベンチプレスですね、60キロでウォーミングアップ。いやーね本当に持田くんの成長が著しくて、もはやなんか感動レベルですね。僕と初めて動画撮った時は、90 100キロ上がんなかったからね確か、うん、90キロがマックスだったんですよ。それが今となってはウォーミングアップですよ。いやすごい、本当にね今まで撮ってた動画の重量何だったんだって感じなんだけどね正直なところ、うん、だけど、まあ、そんだけ持田君の成長が、すごいということにしておきましょう。はい、でねウォーミングアップの時は、ゴールドジムのリストラップつけてるんですよね彼ね。リストラップってこの手首に巻くやつ、あれは、試合ではなんかダメなんですよ。で持田くんが今つけてますね、第一試技 100キロか。今彼がつけているリストラップは俺のものです。はい、僕のリストラップを貸しました。まあ、ルール上問題ないです、ルール上問題ないんで、彼なくて困っていたんで、僕が貸しました。はい、で100キロ軽かったね。で第二試技110キロ、うん、まあ、ベンチプレスはね、まあ僕と似ていて、まあまだ伸びしろがあるんじゃないかなっていうぐらいかな。83キロ級だとね、もうちょっと上げてもいいんじゃないかなっていうぐらいだけど、まあ逆に俺がちょっと弱すぎるんだけどね。うん、でも110キロも、これ、まだまだ全然余裕あるね。素晴らしいね。うん。
でね、終わった後に、おはようございますとか言うんですよ、彼。お願いしますって最初始めるときにも言うし、ありがとうございますみたいな。そう。で、これ120キロか。うん、120キロもね、結構余裕があったんですよね。彼ね、もうちょっと伸びるんじゃない？まだまだ、まだまだ伸びるよね。多分俺、ベンチの重量抜かされる気がするんだよね、持田君に。そんなことあったらどうしようと思いつつ、まあ、彼の成長も嬉しいんで、まあ、受け入れましょう。うん、僕より全然強くなってほしい。ベンチペースは。うん。ベンチどうだった？ベンチめっちゃ軽かった。軽かった。多分140いける。次も頑張ります。はい、来ました。デッドリフトです。皆さん、まず最初に言っておくんですけど、覚えておいてほしい言葉があって、持田くんが僕と最初にデッドリフトやった時のマックスが150キロです。150キロね。皆さん、この数字覚えておいてください。150キロですよ。ウォーミングアップでもう早速160キロやってる。で、彼のこだわりなのか、なんかそのオルタネートっていうこう握り方があるんだけど、なんかね、こっちやったらこっちもやるんだよね。2レップやるんですよ。彼のこだわりなのかな。はい。で、ウォーミングアップ200キロですよ。あと、そんなフォームいつ覚えたんだっていう。いつ覚えたんだよ、そんな。ワイドスタンスなんて。俺との動画撮っていた時は、ナロースタンスだったでしょって。うん、なんかウォーミングアップ中にね、足広げてみたら、たくさん重量引けたから覚醒しましたとか言ってるけど、よくわかんない。この時初めてやるフォームをね、彼はやってのけたんですよ。で、210キロだよ。すごいよね。150キロだよ。今まで何だったの？俺と動画撮ってた時の重量は何だったんだよ、本当に。詐欺なんだろう。わざと力抜いてたんじゃないかって言われても仕方ないよね。そんぐらいの成長っぷりです。はい、220キロもね、まあまあ軽いよ。うん、いや伸びるね、持田くん。デッド素晴らしいね。で、次第三試技です。ちょっと皆さん期待しててください。はい、ちょっと俺はもうデッドリフト終わったんだけど、はいはい、今は何位ぐらい？今現段階4位で、お、今デッドの重量わざと上げたの。240でしょ次。そう、 42.5。 前回ナンバー72、3位でいいじゃん。中島陸選手53秒、4位なの。マジ？だからこれで上げたら2位になる。5キロの挑戦です。アンモニア数しかない。絶対行く。飲もう。やるし。もう嗅覚と引き換えに、嗅覚と引き換えにパワーを出す。嗅覚をもういらないでしょ。いらない、もういらない。筋肉しかない。この先いらないでしょ。成功です。ゆっくりです。ゆっくりだね。ゆっくり、ゆっくりがいい。あー、もう痛い。もう一回。あー、もっとずーっと。うわー、やばい。いけるよ、今までの成果全部出します。神奈川ボディの2番でしょ。間違いない、ここも2位だ。そうだ。さあ、第2クォート最後の試技となります。持田選手、持田選手は第2クォート最後の試技となります。上げたら2位、上げたら2位、上げなかったら4位。わかりました。エントリーナンバー75、男子83キロ級、持田和則選手、横浜マリントレーニング事務所で挑戦中。柔道242.5キロ、上がれば2位、上がれば2位ですよ。さあ、残念ながら失敗です。4位だ。もう一度。4位でした。よろしいでしょうか。1ミリもあかんで。お疲れさん。お疲れです。結果はどうでしたか？5位です。5位。5位。でも目標はその5本指に入るとか言ったなときそう、5本指の5本目にちょうど入ったね。神奈川5位でしょ。いや、神奈川5位、なかなかでかいんじゃないかなと思うよね。だってこの企画始めようって言ったのも、2、3ヶ月ぐらい前でしょ。そう、3ヶ月も前じゃないよね。それで急遽やって5位はいいとこ見せれたんじゃない。そうで、しかも最後のデッドリフト上げてればね、2位だったからね。今までの動画何だったんだろう。で、
そんだけ強くなったってことでしょ。そう、で上げ方が分かってきたのと力の入れ方が分かってきて、いつワイドスタンスなんて覚えたなあれあれなんか今日さっき、そうさっきなんか羽賀くんそういえばちょっとワイドにした方が上がるって言ってたなと思って。でも技術というか慣れが必要だなっていうフォームではあるんだけど、うん、さすがそこは天才だね。もう完璧にハマったね。そうで、なんかパワーのこの雰囲気ってなんか持ち上げられるじゃん。そうだね、すげえ軽かった。意外とワキアイアイしてるし、そうそうそう、超楽しかったんだよね。持田くんのね、今日ももう一回やっていいですかみたいな。いやあれマジちょっとね、第4試技あんのみたいないややりたかったよ、あのまま行きたかったもん。だからなんかすごいね、パワーリフティングめちゃくちゃ楽しいね。来年もっていうか2月に川崎であるんだけど、そうで期間的にもちょうど3ヶ月ぐらい、3、4ヶ月ぐらいあるから、で自分的にもあの目指したいのがトータルでやっぱり600は行きたいなと思って。もう 100? もうあと90 か全部の、重量を30ずつ伸ばせばなんとか届くから、なんとか600は届きたいね。じゃあ最高の経験ができたんだよ。かったね、うん、こんなにちゃんと大会聞くより喜んでた。え、ほんとめちゃくちゃ面白かったけどね。まあ、ボディービルにもまた行かせたらいいんじゃない、うんうんうん、って感じで、まあ、とりあえず5位ということで、まあ、目標達成だね。はい。じゃあ、もしかしたら来年の2月も、それが川崎大会で、神奈川大会で、また出るかもなんで、まあ、また応援よろしくお願いしますと。はい。ということで、今日は寒川から以上でした。ありがとうございました。はい、じゃあ、ありがとうございました。